やってしまった。ええ、そりゃそうですよね。私キモいですよね。だってずっと遠くから自分の姿を覗かれてて、しかも時間が止まってるからプライベートだって油断して、独り言のつもりのセリフもちゃんと聞かれちゃってたら不審者だー。私完全に不審者だー。覗きの変態だー。変態魔法少女だー。ふぎゃー。あの声出てた。アキさん、大丈夫？はい、なんでもないです。ただちょっと恥ずかしいことを思い出して。そう。ほとんどつながりのない巴さんにまで話しかけられて恥ずかしい。恥ずかしすぎて、穴、埋まる穴をください。そりゃまあ、私コミュ障ですし、楽観はしてなかったですけど、それにしても握手、握手、握手の連続。友達どころか、一生敵認定されてしまうに決まってます。仲間になれるなんて考えたのが間違いでした。時間が戻ったらソウルジェムの汚れもリセットされてますし、しばらく自分の身を隠して引きこもるのもいいのかも。魔法少女であることも忘れてしまって、それで また時間が止まった。あけみさん、またどこかで何かやっているんですね。はあ、もう関係するもんかと思ったのに、巻き込まれている以上無視するわけにもいきません。どうするべきか考えているうちに、結局また彼女たちを見に来てしまいました。さあ、どうぞ召し上がれ。はい、いただきます。先週と同じ、かなめさんとともえさんが話しています。違うのは、いる。昨日もあけみさんに撃ち殺されたはずなのに、キューベイは不死身か、それともたくさんいるのか。それで、魔女って何なんですか？魔法少女とはどんな関係なんでしょうか？願いから生まれるのが魔法少女だとすれば、魔女は呪いから生まれる存在よ。魔法少女が希望を振りまくように、魔女は絶望をまき散らす。理由のはっきりしない自殺や殺人事件はかなりの確率で魔女の呪いが原因なのよ。これも前回と同じ話。でも、あけみさんはやってこない。救命に騙される前のバカな私を助けてあげてくれないかな。キューベイに騙されないようにするという約束を、あけみさんは守れなかった。この時間は、彼女にとって失敗した世界線。かなめさんを、見捨てるんでしょうか。よかったら、チャンネル登録と、高評価とよろしくお願いします。まっけー